あなた何持ってんの？はい、今日はこちらです。もう、俺これ見たくないよ。機械式時計大全、はい、もうね、1年以上かかったんだよ、この本。すごい。400ページ400ページ究極にして完全って書いてあるんだけど、はいはい、完全かどうかは分かんないけど、究極に疲れたことは間違いないね。すごい。まあこんなやつがな、これゲダって言うんだけど、これだけじゃなくてさ、段ボール2箱ぐらいあるんだよ、ゲダだけで。あっち行って見てほしいよ、あっちの状況を。すごそう。もう撮ってほしいよ。もうめちゃくちゃなことになってんだから、部屋の中。まだまだもう手がつけられない状態になってんだから。とりあえず機械式時計のことは一通り分かるように、まず基本構造、それから複雑機構と呼ばれるものね、クロノグラフとか永久カレンダーとかリピーターとか、そう、天文表示とか、そういうのはどうやってできてるかみたいなことと、それから基本的なブランド、基本的なブランドいくつだろう、もう90ぐらいあるよ、90ブランドぐらいの成り立ちがあって、選び方とか、あと歴史、俺本来歴史の人なんだよ。歴史の人なのにさ、そのメカのこととかやったから大変なことになったんだよね。これ図も書いてさ、いやこの図がね、時計の構造の図って分かりにくいのが多いからね、分かりやすくシンプルにして書いてみようかなんて思ったのが運の尽きでさ。ねえ、どうですか、和田さん、時計してないけど。そうなんですよ、なくしちゃった。和田時計してんの見たことない。腕時計なくしちゃったんですよ。いいやつ買ってくれよ、機械式買ってくれよ、機械式。確かに。世の中機械式とクォーツ式の区別もついてないからね。わかんないでしょ。チクタクチクタク音がするのが機械式と思っとけば間違いないよ。交通式の場合はこう針が動く場合もザッザッザッって言うよ。チチ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 っていうのが機械式だよ。あのな、こういうことで機械的に止めてるから、機械的に進み方を決めてるから、当たる時の音が絶対するんだよ。チチチチチチって、びっくりするような構造になってん。よく言われるんだよ、その宝石1個もついてないのにね、はい、なんでこれ1億以上するんですかって。ただの時計でダイヤもついてないですよこれみたいなのに、2億とか3億のやつがあるんだよ、うん、別にオークションで価値がついてそうなってんじゃなくて、新品の価格で。なぜですかっていうことが、これを読んでいただけると分かると思いますね。そりゃ金かかるわって。時計好きになったきっかけは何なんですか？もうね、だって高度成長期の少年だからね。この名前の後書きにも書いてあるけどさ、高度成長期の少年はさ、基本的に鉄腕アトムと鉄人28号で育ってるから、まず第一にロボットが好きなんだよ。それで俺たちの子供の頃さ、男子はさ、野球と理科やってればよかったんだよ。野球と理科ができれば男子はでかい面ができてたんだよ。あとそういうメカが分かればよかったんだよ。もう普通にみんなメカ好きなんだよ。そこでもまずロボット好きであれだったんだけど、ロボットなかなか家でできねえじゃん。で時計だったら家にあるやつ分解したりさ、あと歯車が好きだったね。うん、で小学校通う途中にさ、トヨタの工場があってさ、その頃はさ、結構そう、産業廃棄物の区分とかないからさ、ゴンゴンさ、あの歯車とかさ、捨ててるんだよ。でも、ね、いっぱいもらってきちゃうさ、お袋に捨ててこいって言われて、手に工場からもらってきた歯車組み合わせて、意味なく回る機械とか作ってる。私、あの雫石にある時計、成功さんの、はい、を知ってて、あ、行った？見学できるよ、あそこ。あ、見学はしてない、外から見たことない。ああ、なんか行くと、あそこには雫石高級時計工房っていうのが、高級
うん、高級時計工房って言ってもう第 1級の技術者が集まってるところが、すごい、うん、なんかそれで、うん、雫石とかなんかスイスとか、うん、なんか時計って綺麗な場所、なんか綺麗な土地、なんていうんですか、綺麗なあの不公明美な空気とかがあるところに、うん、でなんか発達してるイメージがあるんです。ああ、それ昔な、よくあのスイスで時計産業が発達したのは水と空気が綺麗だからって、だから日本も日本のスイスと呼ばれる長野県のね諏訪でね時計産業が盛んなんだよみたいなことを俺たちが子供の頃よく言われたよ。それ全然関係ないんだよ。それ多分ね、俺諏訪製鋼社、今のエプソン、製鋼エプソンが作った伝説だと思ってんだ。で今雫石にあるだろ、はい、雫石にある製鋼さんの工場って前どこにあったと思う？前どこにあった？雫石に移転したんだよ。そうなんですか。綺麗なとこ、綺麗なとこ、綺麗なとこにあったと思うだろ、はい、亀戸にあったの。亀戸が綺麗じゃないと言ったら語弊があるけれども、確かに、確かに亀戸のあそこになんかあの今ショッピングセンターでよくアイドルが営業しに行くとこあるだろう、なんとかシティみたいになってる名前のとこ、そこが成功の第二成功者の工場だったんだよ。それが雫石に移転してそのなんとかサンシティだかなんだかになったんだよ、亀戸の。でもう一個の置き時計の方の工場は錦糸町にあったんだよ。錦糸町のところもなんかなんとかになってるよ、ショッピングセンターに。それでスイスより以前に時計産業が盛んだったとこはロンドンだよ。だから時計作るのに本当は水も空気も関係ないんだよ。なのになぜスイスで時計産業が盛んになったかここに書いてあるよ。おお、つながった。ここに書いてあるよ。詳しく読んでもらえばいいんだけど、スイスでね時計産業が発達した本当の理由はね宗教改革なんだよ。それがどう関係あるかはこう読んでいただくと分かりますよ。分かりました。ぜひ、はい、お願いいたします。